この話もしなきゃね、中野サンプラザ。サンプラザなくなっちゃったね。なくなっちゃったね、うん。俺はあれだな、スタッフだな。え、中野サンプラザ見た。ああ、見たのね。うん。え、あとなんか見るはずのが見れなかった。クラフト？中野サンプラザ？ああ、違う話だとか話し合います。いやいや、ずいぶん。ああ。出てこない。子供が病気になって。クラフトンの？うん。あ、そういえばさ、ちょっとあんまり面白くない話かもしれないけれども、あれが、コナー君が亡くなって、うん、割と直後の時に、ニューオーリンズで、ドクター・ジョンのライブがありましたと、うん、その時にドクター・ジョンのライブのところの PA 席に、亡くなった打ちひしがれたクラフトンが PA 席で見てましたっていう、その話をこの間坂東さんという人が言ってた。ああクラフトンがいるっつって。あ、それはご存知なかったですか。知らない。そうなんだ、うん、引きこもってたわけじゃないんだね。そう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 。それで中野サンプラザなんだけど、マイケル・シェンカーね、うん、行ったらなんか張り紙がしてあって、今日はやりませんって。で聞いたら前の日にね、2,3 曲やって引っ込んじゃって帰っちゃったんだっけ。具合悪かったの、なんだっけね。気まぐれじゃないかな。それ会場は狭いの、中野サンプラザ。ああだったらね。トム・ペティがさ、だからあの読売ホールでさ、うん、こうやって見てさ、こんな狭いとこでやりたくないっつって、牧師呼んでくれっつって、やめちゃったライブはね、知ってるけどね。うん、そうだよね。サンプラってどんくらいだったの、うん、どんくらいやってたの。古い。70年の時があったよね。70年ぐらい。私初めて見たの、誰だっけなと思って、前になんか自分の持ってるコンサートのチケット見てたら、多分だけどロリー・ギャラガー、72年のロリー・ギャラガーだったっけな、なんかそういう、だから71年か2年に、なんか1年かな、できてものすごいいっぱい見たからさ、そこでやっぱり。俺結局だからさ、一度も行ってないんだよ、中野さん。あ、そういうこと？ほんと、うん、私相当、うちにあるチケットだけでも相当あったよ。だから、こんなのも見た、あんなのも見たって感じで。あれね、いつだっけね、亡くなったの。今年の。今年だよね、亡くなったの。うん、スタッフが一番印象的だった。スタッフ以外覚えてない。うん、言ったとは思うんだけど、ちょっとちゃんと覚えてないね。スタッフさ、私あそこで郵便貯金で見たわ。ああ、郵便貯金も今ないんだっけ、名前変わって。うん、うん、違う名前だね。メルパルク、うんうん、だっけ、芝ん五反田、あ、五反田かね。五反田のさ、あれあれは簡易保険じゃない、なんて、あ、郵便貯金、郵便貯金ってあのあそこよ、遠くりのそば、芝、芝でしょ。だからそれは五反田はね、五反田は、五反田は俺あれ見た、出てこないな、ジャーニーに行ったやつは、スティーブ・フェリーじゃなくて、ジャーニーじゃねえやと、あの間違い、あのギタリストで、あのほら、あのポール・ロジャースと一緒に来たんだけど、ポール・ロジャースのライブ、あ、分かった、ニューションだ、ニューション、そう、あの時はなんとなく、ボタンだ、うちにはざっくりね、うわ、すっごい、いや、全部じゃなくて全然あれなんだけど、ざっくり、わかる、これ本当の一部ですよ。そういうの撮っとくのいいよね。だからこれはね、この時代のチケットに限るの、あのチケットピアになってからもう、もうね、あれもなんか、うん、で一回のクラフトのいろんな絵の時は楽しかったけどね、うん、あれなんか途中なくしちゃった。そうだからロリー・エラバーのは多分だけど1月か一番先かなみたいな。ねえ、もうほんとそうそうたるメンバーが、アーティストがステージに立った、なんで潰れちゃったの、経営的な問題、老朽化したとかそういう、建て替えじゃないんだもんね、うん、
やっぱサンプラザでね、一番ね、一番っていうかすごい印象的なのはレナード・スキナードの来日の77年の1月14日。それオリジナルメンバーですか？うん、事故の前ね。で、かぶりつき、ステージの、もうそれこそ荷物置いて、もうそこで見てた。目の前でフリーバード聴いたの、うん、そう。素晴らしい。あと、デイブ・メイソンの初来日の 3連発みたいな。整理券一番、全部一番前の真ん中。それはね、デイブ・メイソンが私大好きだっていうのを知ってる人が、あれを、あの、整理券一番の人が取って、買ってくれたの。カーラ・ボノフの初来日もサンプラザ。デイブ・メイソンはこの間、アコギのやつは大変だった。あ、やったの？やったって一応言ったけど、まあ、やりましたよ。先月25日。アコギでやったの？アコギ。そこで？あの、そうです。その練習は本当大変だった。アコギはごまかし聞かないからね。泣きそうになりながら練習した。ベンちゃんと二人がギター？そうそうそう。え、そのデンメイソンの曲を全部アコギでやりますみたいな？いや、っていうか、あの、だからなんだっけ、Take it to the limit と Every human give me a reason、うん、Only you and I know、 それからもう一個なんだっけな。ぐらい。あと、If you ever と、うんうん、あとあの、あれ。あれは、あの、常年に入ってないけど、あの、あ、なんだっけ。あの、Will you love me tomorrow か。うん、うん。な感じの。をやりました。じゃあ、デンメソンバンドとは違う？デンメソンバンドのリズム体抜き。それは、通常のバンドにまた戻るんですか？アナザーサイドはあるんだよ。エレクトリックバージョンには。そのリズム体自体がプロで忙しいから。あ、そういうこと、ね、そんなにしょっちゅうしょっちゅうそのやってくれって言えないんで、24のやつバンドやってるから、ちょっといつになるか分かんないね。アナザーサイドっていうバンドなんだけど、すごくいいバンドなんだよ。プロなの？あれね、チャイマンガのワイのちょっとさ、ワイのデメソンバンドで、デンガナ。でもあれ、それも歌詞がさ、ちょっと適当なんだけど。でもね、伸び伸びやってる感じがした。まあ、俺はリキさんがやってるバンドの中であれが一番好きかな。あれ？あ、常年に限るんだっけ？いや、限ってない。だから、ウィリュー・ラミとも。あ、そこそこ。以外は常年から。ああ、じゃあもっと古いのはやらないんだ。アローン・トゥ・ギャザーの曲とかはやってない。オープニングの曲が Feeling All Right です。ああ、そうだね。すごいいい曲多いんだよね、デブ・メイソンって。多いね。まあ、常年はほら、ライブだけど、その前までのスタジオ版、何枚もあるけど。アロン・トゥ・ギャザーもいいし、あの、スプリット・ココナッツもいいし。すっごい、私、It's Like You Never Left。あ、はいはいはい。あれが一番好きかもしれないけど、アロン・トゥ・ギャザーはね、でも、改めて聞くと、すっごいいい曲が多くて、Only You Know and I Know っていうさ、あれデラボニのフレンズでもやってるんだよね、うん、デラボニでやってるやつはかなりアバウトだね、うん、ちょっとそういうふざけてやるかみたいな。だってほら、あのデイメイソンのなんていうの、常年のバージョン聞いてから聞くとさ、うんうん、なんか雑すぎちゃってさ、まあ、デラボニ自体がすごいなんかなんだろうね、ジャムバンドっていうか、ね、ジャムをちょっと通り越してるかな。でもあの頃ってそれがなんかゆるゆるなとこが良かった。デレカ・ヌーノスもやってると思うよ。ああ、やってたっけ、ブートで。あ、うん、うん、そっか。マーキーかなんかでやってた。プライベート版っていうんだってね、それは、うん、プライベート、うん、そうなんだ。なんかあのいろいろ売りに出そうと思って問い合わせして、私がそのあるみたい、あ、うちではプライベート版って呼んでますから。そっか。いや、でもいい曲書くんだよね、デブ・メイソンって、うん、トラフィック時代もすごくいい曲。で、歌もうまいじゃん。うまい、すっごくうまい。でハモリがまたさ、うん、マイ・フィニガンとさ、めちゃくちゃいいの、ちょっとジム・グリューガーか、うん、すごいな、みんな歌うまいんだもん。ずるいよ。最初アコギでさ、あのだから日本公演がまさにその常年の時のある
ツアーなんだけど、最初アコギで何曲かやるんだけど、素晴らしいの、その歌も。俺が行ったのどこだっけ、あれ。サンプラ。サンプラ。あれはもう 割と最近。サンプラなのあれ。あ、そうよ、そうよ、サンプラよ、あれ。行ってんじゃん。そうよ。それでもう毛がない時、もう最近。最近はヒゲでも毛がなくて。10年以内。でさ、終わったらさ、サイン会やるんだよ。へぇ。一人で残ってサイン会、残ったんだよね。うん、まあ、いい人になっちゃったんだよね。いい人になっちゃったの。昔はなんか結構悪い人だったでしょ。いや、悪い人っていうか、すっごい気難しい。気難しいって言われて。だから、あれそうで、や、あの、じゃあ、ラリってたんじゃないの、やっぱり。あのね、うん、だからすごく気難しくて、そうそう、でもウィンウッドともすごい折り合いが悪くて、かったね、それで、トラフィックなんかだから、一緒に書いた曲とかなくて、ウィンウッドたちはウィンウッドたち、デンメイソンは必ず自分だけで書くっていう、ほとんどあれなんじゃない、だから分かれてて、全員で書くとか、ウィンウッドと一緒に書くっていうのは多分、ギムさんラビングやってるもんね。それが、そのすごく仲が悪かったのに、あれは、ウィンウッドは、なんだっけ、フィーリングオーライとかをステージでやるし、デンメイソンはデアミスターファンタジーっていうウィンウッドの代表、はいはい、すごい面白いなと思って、あんなに嫌ってる相手なのに、2人ともちゃんとなんかその曲に対しては、相手が書いた曲をね、自分の。今年のね、でも YouTube では、うんうん、あのなんか誕生日の日かな、うん、あのおめでとうって言って、うん、でまたいつか一緒にやりたいねって言ってたよ。そうなんだ。うん、だってさ、スティービーに対してロックの殿堂入りした時、あ、見た見た見た、あのコメントでしょ、うん、そうそうそう、見たね、言ってたよね、うん、とか思ってさ、あのね、ロックの殿堂入りした時、トラフィック、うん、出てきたんだけど、うん、ギター弾かせてもらえなかった。ベース弾いてた。え、ウィンウッドがギター弾いてて、だからもう出てきたんだけど、もうデンメイソンはベースなの、ベースかわいそうに相当 や,、ね、やっぱなんかいろいろあるんだなとか思ったけど、でもあの人いろいろその常年で売れてものすごいお金が入ってきて、その後もまあちょっと続いたけど、ドラッグで相当お金を使って自分の曲の権利を全部売っちゃったんですって。それであのドラッグを買うためにね、それでもう一文無しになって、曲も権利売っちゃったから印税も入ってこないじゃない。で相当苦労したらしいのね。だからデイブ・メイソンって CD 化されるのがものすごい遅かった長年 CD 化されてない誰が権利持ってたのか分かんなかったのかそれで、でとにかく、まあ、苦労して大変な思いをして、で、いろいろした後に、なんか久しぶりに電話インタビューをしたら、すごくいい人だった。よく喋って。YouTube なんかでもいろいろやってるし、あの、なんだ、ドゥービーと一緒にやったりとか。あ、そうそうそう、ドゥービーとさ、コロナの間にさ、リストンとザミュージックやったっけ。すごいいいのよね、それは。みんな歌うまいしさ。そう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 。ドゥービーの YouTube すごくいいもんね。ありましたね。